タレントの新山千春さんと娘のモアさんが、7月4日放送のバラエティ番組、突然ですが占ってもいいですか？フジテレビ系、月曜午後11時にゲスト出演する。新山さんは、離婚してしまったことで、モアさんに、苦労をかけてしまった、と涙を見せる。番組では、占い師のシウマさんが二人を占う。予告には、噂の14歳年下彼氏との再婚相性は、というテロップが映し出されており、新山さんと3年前にマッチングアプリで出会った、という恋人との相性を占う。当日の放送には、ジャニーズジュニアの人気グループ、美少年の浮所日高さん、俳優の古川雄太さんもゲストとして登場する。Thank you.